はい、皆さんこんばんは。こんばんは。今日もチュアラジオやっていこうと思います。今日はママチュアワの登場です。いや、今日めちゃくちゃ暑かったですよね。今日は危なかった、ね。うん、そして我が家はエアコンが壊れていたので、今日は午前中に修理に来てもらって、うん、まあ、早く来てもらえてよかったですよね。よかった。次の日に来てもらえたからよかった。本当死んじゃうとこだった。結構こういう暑い時にピンポイントでね、エアコン壊れるという人たちいるみたいなので、皆さんも注意してください。ということで、今日もチア社長の観葉植物ラボ Facebook コミュニティ、 Facebook ですね、コミュニティの皆さんの投稿された記事ご紹介したいと思います。今日は6月26日の記事から。じゃあまずはじめ、未来バンバさんの記事からいきます。ついに禁断の地といいますか、自制心を試される修行場、尾崎フラワーパークさんにお邪魔しました。いや、素晴らしい品揃え、しかも絶妙にお買い得な価格。気づいたら店員さんからレシートと素敵な子を受け取っていました。モンステラジェイドさん、ホマロメカカモフラージュさん、これからもよろしくお願いしますという投稿です。尾崎フラワーパーク懐かしいですね。うん、行きましたよ、うん、もう2年前になりますかね。お、こんなところあるんですね。モンステラジェイド、うん、これかっこいいですけど、葉っぱがね黄色くなりやすいんですけど、なかなかね売ってないみたいですね。うん、これもいいね、はい、これも可愛いですね。珍しいタイプなのかな。はい、大事に育ててください。はい、続きまして、次は横田彩さん。はい、行きます。彩さん久しぶりだ。うん、2月にお散歩コースに生えてる大きいヤシの木から落ちた実、拾っていくつか植えたもの、一つだけ芽が出ました。外に置いてる棚の下の段にいたから最近まで気がつきませんでした。左の大きい方は谷口さんから譲っていただいた発芽済みのヤシです。右くらいの大きさでいただきましたが、2枚目の新芽が出てきました。気になるかなっていうコントですね。未生から育ててるんですね。うん、すごいね。お、すごい。なんだろう、浅いヤシっぽい。うん、ぽいね。これはすごいよ。うん、これは女王ヤシっぽいね。この間天草で植えたヤシの木にね、うん、そっくり。これがこれ。これの種。谷口さんとね、うん、愛の実のやり取りをやってるみたいですね。結構こんな感じにね、やってる人たちいるんで、コメントが ね来てますね。うん、コメントポチッと。お、谷口さんからお返事が来てます。はい、種、漢字読めないでしょ。せー、ね、なるき、なるき。大丈夫、みんな教えてくれるから。写真からするとカナリヤシみたいですね。ロベレミ、ナツメヤシと同族、フェニックスの仲間ですね。拾った種から発芽させるなんて素晴らしいな。めっちゃ大きくなるんで引っ越しが必要かも。同族2種類育てたらもうヤシ沼認定しますっていうことですね。ヤシ沼に谷口さんが引きずり込んでいるんですね。これこの間ね植えた天草のやっぱりカナリヤシとかねあったんで、まああのぐらいになるまで40年ぐらいかかるそうですからね、頑張って育ててください。まあね、かっこいいもんね、ヤシね。そうだね、最近増えたね、家に植えてる人。はい、はい、戻れない。よし、はい、はい、次お出ました。谷口さんの記事ですね。はい、ありがとうございます。昨年の夏、カインズホームで村やバニクラータを購入しました。教えてください、はい、シルクジャスミン、です。ダイソー品を何度かからし、何度目かのリベンジでした。小さい葉が涼しげでいいですよね。今年の夏は花を見せてくれないかな。まだ小さすぎますかね。日に当てないと咲かない。おー、シルクジャスミンっていう花が咲くんですね。はい、あ、なんかね、白い花が咲くみたい、見て、私のあのシルクジャスミン、とっても元気がいい、ね、めちゃくちゃ元気、久しぶりましてるけどね、うんうん、あ、もうね、もうついたかな、ね、ついてると思う。今日ものすごく抵抗が、あった。かわいい。多分ついてる、ね、育てるのパラパラ葉っぱが落ちないようにね、うん、
私上手だと思う、ね、うん、まあまあ上手よね、うん、全然落ちない、うん、新芽めっちゃ出てる、ありがとうございます、ね、かわいいからね。続きまして、はい、ゆかこはたのさん、ありがとうございます、はい、はい、昨年の秋頃に上部をバツンとカットして以来、うんともすんとも言わず上部から枯れてきてましたが、この度やっと芽が見えてきた。4箇所から芽の確認、育つのは2箇所になりそう。一番下の大きい芽はおととい土の中から顔を出しました。長くなりましたが、ここからが書きたかったこと。今朝植物たちを眺めてたら、丸の箇所から緑の芽が出てる。またさらに下から芽が、ポットから引き抜くと小さいカメムシ、反射でプッと吹き出したので画像なし。今年はカメムシが多いと聞きますが、ママ友だね。ここら辺のカメムシはそんなでもない。今シーズン5匹目見かけたうちの1匹が鉢にお尻を沈めておりました。卵とか不安、あ、それとメキシコソテツも新芽出てきました。ザミヤちゃんの歯ブラシかわいいです。はい、ザミヤちゃんいいですね。まあカメムシはね今年多いんで、これね、ピュッピュッピュッと画面がね上がってたのを僕が押さえたんで、あ、すいません、また別の話なんですけど、カメムシ今年ね大量繁殖しているんで皆さん気をつけてください。お部屋の中で潰しちゃうとね、とってもお匂いの方がね大変なんですけど、ザミヤちゃんのこの葉っぱかわいいよね。カメムシ対策結構ね言われるんですけど、なかなか分かりません、昆虫博士じゃないからね。はい、続きまして、ゆりしまむらさんです。あれは確か4月の娘の誕生日、かれこれ2ヶ月で葉っぱ1枚になりましたとラインが、本日里帰りしてきました。一生懸命あげたんだろうなって、さらに溜まった水を抜く、多分光不足の根腐れだな。早速最後の1万円も切り丸坊主に、軒下で再生スタートです。とりあえずちょっとの間乾かしてみようと思います。はい、ウンベラータね、ウンベラータ、なかなかね初めての子には大変ですけど、お、上手に、でもねこれ大丈夫だよ、これ葉っぱ落ちて、葉っぱがこれ落ちたんじゃなくて落としてると思えばね、うん、いいと思います。結構ここからはね再生するのが、うん、割と簡単にできると思うからね、うん、気づいたら ねウンベラータは元に戻ってたりする。そうだよね、うん、もうダメかなと思ったら、シークレースもそうだった、うん、やっぱりがっつりね火に当てた方が元気に、ね、なってくれるんで、まあ、できたらですね火が強いところに置いてあげた方が一番再生して元気になるんじゃないかなと思います。まだ大丈夫？うん、全然大丈夫だよ、急に出して大丈夫？あ、もう大丈夫。今日ね梅雨だけど、今年はね梅雨の時も再生してみようという動画をね今日撮りましたんで、皆さんちょっとだけねいつもと違うことにチャレンジしてみてください。じゃあ最後にこれ長島さんのやって終わりにしますか。はい、昨日購入した150センチのウンベラータンさんの新葉をカットしましたっていう投稿ですね。そう、こう慣れてくるとねこんな感じでバンバン切れるからね、うん、新品でもこうやって強くするためにねカットすることができるというですね、うん、コメントもたくさん来てるみたいです。本当だ、あとは太陽の再生工場に出すだけですね。正解、ね、はい、再生工場天目カットはしないのかなってね、天目カットすると今の時期はねちょっとリスクがあるんでね、あと上に流したい人は天目を切らない方がいいと思います。いろんなやり方があるからですね、うん、その時その時期に合わせたやり方をやるとね、いろんな再生方法できると思います。これお外だよね、でもね、うん、そうだね、うん、はい、あと最後にね今日の記事を見てたら、今日のねトップ記事に私の記事を投稿ね紹介してもらいたいと思うんで、ひとやすみさんの記事で今日は終わりたいと思います。はい、はい、今朝の YouTube を見て私もいつか紹介してもらいたいと思って投稿します。美覚沼に落ちて3年4年かな、わけあってチャレンジした胞子培養の一部、これ全部同じ品種なんですが、捨てることもできず枯らすこともできず、一体どうしたらいいのやら。
メルカリなどに出すのも検討しますが、一株一株の梱包も大変ですよね。地元の植物マルシェなどへの参加も考えますが、コミュニティの皆さんの中でマルシェなどに出展された経験のある方いらっしゃいませんか？いやありません。僕はねないですけど、コミュニティの人たちはあるかもしれませんよね。でも胞子培養で自分でこれまで、ね、できるのはすごい。でもどうなんだろうね、マルシェ暑いよ今から出るとね、人間の方がやられちゃうかもしれないし、かといってねこれをね、まあ、メルカリとかで売ってもね安くなるだけだからね、しっかりまず自分で大きくしてね、大きくした時点でね売っちゃったりする方がいいと思いますが、おコメントが来ています。はい、お良一さんですね。良一さんがなんかもうやってますね。はい、小さいサイズだとこんなカップに入らないでしょうか。コンビニのアイスコーヒーのカップです。近くのディスカウントショップなどでもいろんなサイズのカップとかパックが売られていると思います。こんなカップで蓋をして送り先のラベルを貼れば郵便局の第4種子郵便で送られますよ。ああ、そういう郵便もありましたね。でも今ね第4種子郵便去年ぐらいから送る日にちが限られてくるんで、月曜日送れなかったら火曜日だったらもうなんか次金曜日とかになったりするからですね、今の時期だと煮えたりするから、しっかりね届く日にちとかを確認してやった方がいいと思います。すごくないでも6500円、すごい6500円とかで売れてるね。みんなすごいね、すごいすごい。ものは違いますが、メルカリに出品していますね。あ、そうだね、長島さんはアグラオネマをねたくさん出してるするんだよ。みんなこんな感じでやってるんだ。すごい、やっぱ植物でみんな儲かってますね。すごいね、はい、そう我々もやらないとね。はい、ということで今日もたくさんの記事投稿ありがとうございました。こんな感じで夜まったりとチワラジオ月水金の予定で配信していこうと思います、はい、寝る前にね、あくまでも予定でね、そう予定で、まあ、やれる限りですね、はい、新しい試みでやっていこうと思いますので、はい、夜の時間皆さんお楽しみにしておいてください。またいろんな投稿お待ちしております。それじゃあ皆さんおやすみなさい。バイバイ。バイバイ。そうですよ。どうですか？